2015年はどうですか？始まってますが。ということで、今年は開運したいという方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、私もそうなんですけど、そんなことに方におすすめな2015年開運メイクを今日はしていきたいと思います。まずポイントが、今年の開運カラーがあるらしいんですけれども、パープルと、グリーンということで、アイシャドウをパープルとグリーンのあるものをちょっと探してきました。意外と抵抗のある色なので、なかなかちょっとグリーン、紫っていうような原色が入っていると嫌だなって思う人多いと思うので、ちょっと淡い感じの紫とラメの入った薄いグリーンを今日は持ってきてみました。これだと意外と使いやすいと思うので、これでやっていきたいと思います。それと今年の開運メイクのポイントは、去年まで流行っていた囲みメイクと垂れ目メイクっていうのが今年は NG だそうで、運気を下げるっていうのと囲むことによって魔除けの効果はあるらしいんですけど、運を受け付けないという意味になるらしく、囲み目メイクと垂れ目メイクはしない方向でやっていきたいと思います。それではメイクを始めていきたいと思います。まずこちらの色を使ってやっていきたいと思います。いきなり紫だとちょっとハードルが高いと思うので、まずは淡い、一番淡いピンクで目のホールを全てを覆おうと思います。でもピンクも何気に苦手って方結構いらっしゃると思うんですよね。私も結構苦手で腫れぼったく見えちゃうとか、そういうイメージがあるんですけど、ピンクをまずは使います。でグラデーションのようにちょっと青みがかった紫ですね、ブルーみたいな感じなんですけど、これを使ってちょっと色を締めていきます。ピンクと同じところに塗ってください。なのでちょっと色がかぶって見えるんですけど、あんまり色味的には変わった感じはしないんですけど、ちょっと涼しげな印象にはなると思います。ハリポッタさがなくなるので。で次はちょっと薄い方のチップで紫の色を使っていきたいと思います。この色です。これは目のもうほんと際に近いところから入れていきます。二重の方はだいたい自分の目の半分ぐらいで、一重の方はその自分の一重のラインが綺麗に出るぐらいうっすらと塗る形の方が綺麗に見えるかと思います。何気に色は一重の方の方が綺麗には出ると思うんですけど、ちょっと濃いめにたっぷりと塗ってみてください。そうすることで意外とパープルもこれぐらい濃い色だと締め色になるので、目元がはっきりとしてきます。で目尻側の方をこう塗るときにポイントなんですが、去年まではやっぱ垂れ目メイクだったので下げて下げてっていうのが多かったと思うんですけど、目尻はちょっとこう上げてというか平行に、下がらないように平行に塗っていくのがポイントです。で次が今度はこのグリーンを使っていきます。グリーンは下のまぶたのところに、涙袋のところのようなところにグリーンをのせていきます。この色だとあまり色が出ないので、そんな塗った感はないかと思います。もっと色が出したいって方はちっちゃい方のチップで目尻側だけポイントで入れていくのも、濃いめに入れるのも、目尻3分の2ぐらいですね、あ1ぐらい、それぐらいが綺麗かと思います。はい、こんな感じでアイシャドウは出来上がりです。意外と淡い色なんですけれども、はっきりと目元パッチリしたと思います。なのでぜひやってみてください。それでは反対側の目もやっていきたいと思います。続いてアイラインを引いていきたいと思います。アイラインなんですけれども、去年はやっぱり囲み目メイクが流行って黒でがっつりと囲むっていうのがあったかと思うんですけれども、今年は NG で、囲み目は運気を取り入れてくれなくなっちゃうんですね。昔は魔除けで使われていたみたいなので、黒は何人時代なって話ですよね。ごめんなさい、なんかいつも古い話みたいになっちゃいますけど、なので今年は囲み目はやめて、ブラウンで上だけインラインだけ引いていくっていうテクニックでやっていこうと思います。まずはインラインなので
マークのところに軽く引いていきます。でももうほんとがっつり色を入れるっていうよりもあのまつげの間を埋める感じぐらいの方が運気が入ってくるのでそうしてみてください。はい、それで、ポイントも、去年は垂れ目メイクが流行ってこう下げるメイクがあったんですけど運気を下げるという意味になるので今年は目元もちょっとこう目がつってるんだよねって人もやっぱりいると思うんですけどそういう方はこう平行に下げるんではなくて横に平行にしてで垂れ目の方はちょっとこう吊り上げるような猫目みたいに上に上げる感じでナチュラルにごく普通にやるときつくもならないので目尻はそうやってみてください。次はまつげなんですけれどもやっぱ開運なので運気を取り込むという意味で門は大きく開けようということでまつげは今年は根元からでこのポイントなんですけど私もこの間教えてもらったんですけど結構こうやってあげる人って多いと思うんですけどここの角度空いてるのがもったいないらしいんですよ。その方がおっしゃるにはこうぴったりと頬につけるぐらいそれによって垂直になるので根元からがっつり上がるということでなるべくこう上げるんではなくて下げる感じで上げてください。そうするとがっつり上がると思います。ここはもうほんとナチュラルなカーブを作るために真ん中と上をキュッキュッとやるぐらいでできるかと思います。はい、じゃあ次マスカラいきますね。でマスカラはもう本当に根元から上げていく形でやっていけばいいと思います。ここは皆さん自分の好きなロングでもボリュームでもとにかくあのまつげが下がらないようにしてやっていければいいと思います。で今年やっぱ開運なので開くという意味で下もメイク薄くなってるじゃんって思ってる人きっといると思うんですけどそんなことはなく下まつげはがっつりと塗ります。それによってやっぱ目が上下に開いて見えるのでより運気を取り込みやすいようです。こんな感じです。これで完成になります。結構あのチャレンジするような色なんですけれどもまとまりが良くて使いやすいと思うのでぜひみんなもチャレンジしてほしいです。でもどうしても紫とかグリーンは嫌だなって人にはおすすめなのがベースメイクでグリーンや紫を使うと肌が透明感がアップして綺麗になるのでどうしても嫌だって方はその辺に色味を取り入れてみてください。